と食らっとけばいいやっていう状況になったんで、ダートは攻め継続しないんですよね。カニパンだと継続するんですけど、なのでその後アタリメさんが攻め継続するカニパンを打ったのは気持ち的には分かるんですけど、やっぱりカロあのタロキチもそれ分かってて、とりあえずダート一発食らって安く済まそうっていうしゃがみガードでしたね。さあしかし今までに何度もユリアン、チュンリーといった強キャラをね倒してきて、名古屋を救ってきているマサ、九州大会でも泉チュンリーを倒してね2位になったという輝かしい実績もあります。さあガードが硬い、シチューパンうまい、突進削りがちらつくとこを歩いて、しゃがみチューパンの距離まで歩いて踏み込んで踏み込んで対空、今のはちょっと実力が出た感じの対空でしたね。さあまたうまくセンターで出る、今カロリーヌさんもうまくてブロッカーとにちゃんとちょっと歩いて肘打ってるんですけど、それでもマサさんの当て方が先端すぎてそれでも届かないと。さあマサさんが 2PA、さあ腹部がもうちらつく圏内、ちらつくというか腹部がちらついた時に圏内に入ったんで変な言葉になりましたが、さあユリアンも体力というかゲージも体力もまだあるので、さあこれ PA 積んでいるので死にはしないが、さあちょっとヒヤッとした。さあここはたまら使っていく、さあハーチ中キック、カロリーヌも苦しい場面をしのいでいった。さあ、キャラ対うますぎますね、今のタッチシューパン、エンタッチシューパンっていうんですかね、あ、じゃあノーマルタッチシューパンか、あれ。さあ、クリアヘッドが当たらないように丁寧に飛んでいくマサ、カロリーヌさんも楽をさせないようにじりじりと技で押していく。さあここはブロッテ突進突進 PA、 さあ先端ビンタでブロられても特に何もないと、まあブロられても立ちライパンぐらいですね。さあもう腹部の距離、カロリーヌさんの歩いて後ろ投げはしっかり抜けていく。さあ歩いて投げ、さあ壊したクレイス1枚目、しゃがんで透かして投げ、さあバックジャンプダイパン、うますぎる、腹部を使わないでユリアンを殺しきる、うますぎるマサ。